4月の7日木曜日です。今日も1日よろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっと腰が痛いです。悲しいから。はい。で、おかげさまで、助歌難の注文も、まあこう途切れませんで、はい、あのずっと昼間は質屋で、夜は、助歌難作りで、その合間に、英語の勉強とお茶の勉強と、コーラスと、はい、ということで今日は、コーラスの日です。なので店を閉めたらちょっとすぐにね、タッとこうなんかちょっと行く感じにはなります。はい、あの1年に一度の健康診断でなんかこういろいろこう測るものがありますよね。そしたらなんか力強くてすごくいいと、なんかこういうだってなんかの数値がね、なんかいいらしくて、でまあちょっとこう腹式呼吸の生活っていうのはなんかいいらしくって、でまああのあれですよね、こう吹奏楽部で鍛えたというか、ちっちゃい時には水泳、吹奏楽部、ね、であのこの頃はコーラスということで、だけどね、喉がこうし、ね、しなやかさを失うもんだから、なんか、なんかこう、喉が締まってきますね、あのこう柔軟性がなくなるというかですね。なのであのここ何年かコーラスをあるのに足を踏み入れて以来、なるほどこれがボイストレーニングなんだなとかね、あのこれがこのなんかな、思ってらっしゃる目標値がここなんだなとかいうのはね、なんかちょっとだんだん見えてきまして、そうですね、音楽の時間に いらっしゃいませ。